例えば、ラストダンジョン前の村の少年が序盤の街で暮らすような物語は、佐藤敏夫による日本のライトノベル。イラストは、綿抜き直が担当。略称は、ラスダン。が文庫より2017年2月から刊行されている。魔王を倒した勇者たちの子孫が暮らす村から軍人を死亡して都会に出てきた主人公と彼を取り巻く人々が巻き起こす騒動を題材とする。 物語である。第8回が文庫大賞優秀賞受賞作。2021年3月時点でシリーズ累計発行部数は250万部を記録している。メディアミックスとして2017年9月から伏町試作画による本編のコミカライズ版がガンガンオンラインにて連載され、さらにスピンオフ漫画、例えばラストダンジョン前の村の少年が 序盤の町の食堂で働く日常物語が月刊少年ガンガン2020年2月号より草中作画で連載されている。2021年1月からはテレビアニメが放送された。2021年にスマートフォン向けゲームアプリがリリースされる予定。とある辺境の村、コンロン村の少年ロイドは物語で読んだ軍人に憧れ、王都に一騎軍人になることを決心。 村で最も弱いロイドのことを心配した村人らは反対するが村長の許可を得てオートに出発。そのコンロン村は村外では凶悪な魔物が跋扈するという環境の中でも平然と狩猟生活を送れるという人外魔境の村でもあった。到着したオートではコンロン村の村長の弟子である魔女マリーの家に居候し士官学校入学試験に備えながらロイドは 個性的な人々と出会う日常を送っていく。恋の孔はテレビアニメ版の声優。大陸南端にある王国。王とは政権中枢のある中央区。商店街のノースサイド。住宅地のウエストサイド。貿易港のサウスサイド。下町のイーストサイドの5区に分かれる。主観学校関係者その他大陸最果ての地にある村。伝説の英雄の子孫たちが住む。村外の人からは、 神外魔教と呼ばれており、架空のおとぎ話の村と認識されている場合もある。村では、魚といえば、キラーアッピラニア、キワ、トレントを刺す。村民はそれらと対等に対応できるほど身体能力が高く、骨折は1時間で直し、オートまでは走って2日で着くのが普通。各形態の魔法の扱いにも長けており、魔法の一形態である古代ルーン文字も日常的に扱える。 情報が伝達しにくい辺境の地であるため、損害の状況に疎い、大陸西部にある王国、魔術学園がある。2021年1月4日から3月22日まで ATX 他にて放送された。アベマでは特番配信のほか、オーディオコメンタリーの配信も行っている。ロイド役の花森ユミリとマリー役の血の愛による、ウェブラジオ、 例えば、ラストダンジョン前の村の少年が、序盤のラジオで話すような物語が、おと泉にて2020年12月8日から2021年3月30日まで、各週火曜日に配信された。ありがとうございます。